はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の常用対数丸1をお送りします。で、ここからタイトルちょっと変わって、対数なんですけど常用対数をやっていきます。で、そのスタートなので、今回はポイントも含めて全部で5問となっております。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ごちゃごちゃね、2行書いてあるんですけど、もうひとまず常用対数って何ってだけ覚えてください。で、それがここね、ほにゃららを定とする対数のことね、常用対数って言うんですが、これも覚えちゃいましょう。10です。つまりログ10のほにゃららっていうのを常用対数って言います。で、この部分はよく教科書とかに書いてあるんで、一応書いたんですが、これ A がね、1以上10より未満、だから1から10に行かないまで。で、X、その数字が、その数字、10のね、前までの数字、かける10の N 乗って書けた時、表せた時ね、ログ10の X はこうなるよっていうのがあるんです。けれど、これ、普通に、これあるじゃん、に、両辺にログつければ、これ変換できるから、普通に。で、どうやるかっていうと、まず左辺、これ消しちゃうわけだね。ログつければログ10 x、 あ、ごめん、ログ10をつけるとログ10 x になるでしょ。で、右辺はこれにログ10で、ちょっと塊にしようか。 a×10 の n 乗ってなったら掛け算だから、ログってログ10 a 足すログ10の n 乗って、これ変えることできるでしょ。もう今までやったやつと同じね、これは。で、ここ、肩についてる数字出てくるし、ログ10の10は1だから、これつまり N なんだよね。だからこうなりますよっていうだけなの。だからやっぱよく使うは使うんだけど、そんなにこの2行目意識して覚えようとすることもないかなと思います。個人的にはね。だから常用対数は定が10の対数だよってことを覚えてもらう。で、そういうふうに変換する。ほにゃららかける10の N 乗って持っていって、そうやってやることもあるんだよみたいな風に思っておいてもらえるといいかなとは思います。で、まずね、問題やっていきましょう。今回、よく出てくるログ12の値が書いてある。で、ログ13の値も書いてある。その時、次の値、こいつらを小数第4位まで求めようという問題です。で、基本的にはここの数字をうまく変えていきます。例えばログ10の200です。で、これはこれね、右側が入りきるかすごい心配なんだけど、今回。200をこれとちょっと合わせていこうか。2×10 の2乗だよね。なぜなら 2×100 だから。で、100って10の2乗だからね。こう書くと。そうすると、ちゃんとね、書くんだったら、さっきと同じように分けます。ログ10の2足す、ログ10の10の2乗だから N になるんで、2が出てくる。この肩の数字がね、出てくるからこうなります。で、これさ、この1問目はちゃんと書こうか、全部ね。ログ12はもう書いてくれてる。0. ここまで丁寧にやらなくていいからね、本当はね。0.3010 足すこの2。で、あとはこれもね、足し算、小数の足し算で暗算すると、2.3010 と。ね、これで OK になります。で、みたいな感じで解いていく。ただ、こうやってシンプルにできるものばっかりじゃないです。例えば次の15とか。どう考えても10の何乗出てこないからね。じゃあ、どうするか。で、これに関しては、何十を作りたいの。基本的に。何十。これまあ何百でもいいけど、もちろん。で、何十にするんだったら、これ、2分の30にするといいんです。そうすると上に30出てくるから。だから、まず最初としては、ログ10の2分の30、これ15だからね、と書くと。で、これは、ログのルールとして、分数になっているのは、ログ10の30引く、ログ10の2って書くことができるよね。2分の30はこう引き算になると。掛け算だったものは足し算になるけどね。で、ログ10の30は 3×10 です。3が10の1乗って考えてもいいけど。だから、これね、ログ10の3ね、ここでます。
3足す1です。ちょっと書き切れないんで暗算で申し訳ないんですけど、 3×10 だから63、足す6010だから1が取れる。で、あとマイナス62となって、63はこの数字、62はこの数字を入れて 0.4771 足す1引く 0.3010 をやったら OK です。で、暗算しよっか。ここ引くここしちゃえばいいよね。で、1足したらいいから、1761か、1.1761 と、果たして待ってるかな、大丈夫そうだねっていう感じで、次が小数です。ログ10の 0.6 で、小数の時はこれも10分のほにゃららにするといい。100分のほにゃららする時もありますけど、だからこれをログ10の10分の6って考える、ね、0.6 は10分の6、同じだからね。で、って考えると上と同じで、ログ10の6引くログ10の10だから、もう書いちゃう、これ1ね、ログ10の10は。で、ログ10の6なんだけど、これ 2×3 でしょ。ってことは、62×3 なんで、ログ10の2足すログ10の3ってすることができます。2×3、これ3だと思ってね。だから足し算で分けることができる。で、引く1です。で、あとはログ12、ログ10の3、これ両方ともね、値を入れて計算する。で、すると、ちょっとこれね、暗算きついんで、さっき解いたのを見ちゃいますね。マイナス0.2219 かな。そうね。という感じになります。で、ラスト。で、ラストは、定が10じゃねえっていう。だから定を10にします。こっちがもう10だからね。10に揃えないと勝負ができないので。で、まず、変換公式使ってやっていくと、10に合わせます。これ下入っていくかな。ログ14分のログ19です。大丈夫。ギリ大丈夫かな。となる。で、これ、ちょっと上目に書こうか、じゃあ。ログ19は3の2乗乗法。だから2が前に出てくるので、ログ13となります。で、こっちも2の2乗なんで、結局2が出てくるんだよね。で、ログ12となる。で、ここ消しちゃっていいっす。だから、これ、62分の63でしょ。で、これね、間違っちゃいけないのが、よくこれとちょっと混合しちゃう、ね、人がいて、引き算でしょみたいな。63-62って言っちゃう人がいるんですけど、そうじゃなくて、これは、もう普通にそのまま置き換えます。だから、0.4771 が分子になって、分母62だからこのまま入れると、0.3010 です。つまり、これを普通に筆算する、ここから。0.4771÷0.3010 です。で、割り切れないので、ちょっとね、これね、筆算するとこないから、このさっきやったの書いちゃうね。やっていくと、58504…と続きます。で、小数第4位まで。ね、表せていってるから、ここまでだよね。つまり、4を四捨五入するから、ここ切ると。つまり、ちょっとニアリーイコールにしちゃいますけど、1.5850 と。これが答えになります。ちょっとだいぶ右上がりになっちゃったね、最後ね。だから、まあ、こんな感じでね、ぜひ解いてみてください。では、今回は高校数学数2の常用対数丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、ちょっとですね、この常用対数シリーズ何本かもちょっと決まってないんですけど、ひとまず次回はまずありますので、丸2の方ね、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。